株式会社公文社は、東京都文京区音トに本社を置く日本の出版社で、ある。講談社を中心とした、音トグループに属する。1945年10月1日創業、音トグループに属する。1954年に創刊され、数々のベストセラーを生み出したカッパブックスの成功は、新書ブームのきっかけを作った。雑誌では、 手塚治虫の鉄腕アトムなどを連載した少年が戦後月刊少年漫画誌の黄金時代を作った。また週刊誌、女性自身は OL という言葉を定着させるなど一時代を築き、男性誌では週刊宝石、他に写真週刊誌、フラッシュが人気を博した。伝統的に女性誌に強く JJ の創刊後20歳代 OL 向けのクラッシー。 30歳大既婚女性向けのベリー、40代女性向けのストーリーなど、世代別にラインナップを充実させてきた。また近年では、山田信也著、竿田ケアはなぜ潰れないのか。が、ミリオンセラーとなった、公文写真書、亀山育夫役、カラマーゾフの兄弟が、異例のベストセラーとなった、公文社古典新訳文庫なども注目を集めている。 小学校の教科書などを刊行している公文書院とは、資本、人材など一切関連がない。1944年7月15日、陸軍報道部の要請により講談社の関係会社として設立された日本報道社が起源である。講談社の他教学者、陸軍美術協会、焼き書店、陸軍の友社等課堂、陸軍が放射、 日本タイムズ社の出身により設立され、淵田忠義が社長に就任し、雑誌、進むきや陸軍関係の書籍を発行した。1945年、講段社は激震に見舞われていた。第二次世界大戦が終わり、出版業界内部は戦争協力者への責任追及の声が激しく上がっていた。戦前から活発な活動をしていた講段社は、 その最大の標的となった。当時の経営陣は最悪の事態に備え、別動隊を組織した。それが公文社である。1945年11月のことであった。しかし、責任追求の声は次第に弱まり、高断社はピンチを乗り切った。そのため公文社は、いわばはしごを外された状態になった。と言っても、公文社の株のほとんどを持っているのは、 公文社であり、実質的に公文社の経営権を握っているのは公文社である。なお、公文社の社史、公文社の歩んだ50年では、1945年9月5日に日本報道社の定官を変更する形で公文社が設立されたとされている。公文社の社名は公文社専務、高木義方の提案によるもので、もともとは野巻吉が温めていた社名という、 公文社が出版界の第一線に躍り出ることができたのは、その講談社から一足は約公文社に移っていた、歓喜春夫と伝説の初代編集長、加藤和夫の手によってである。歓喜は創作出版論という独特の編集理論を持っていて、それを加藤和夫は編集者として次々に実現していった。彼らによって次々とベストセラーが出されていく。 1950年の旗の磯子、少年期がその講師で、1953年には、ローゼンバーグ夫妻の愛は死を超えての翻訳刊行がされた。1957年には、タミヤ・トラヒコの妻、千代の死への追悼文や、往復書簡をまとめた愛の形見を刊行した。その一方、1954年には、関喜春夫が伊藤聖。 文学入門と中村武史、サラリーマン目白三平を皮切りとしてカッパブックスを創刊。この新書シリーズはその後の出版会を長く席巻しカッパ旋風を巻き起こした。など、青春出版社、KK ベストセラーズ、小電車などと共に新書ブームの一翼を担った。1958年には朝日新聞に前後段の広告を打って、 松本清張テント戦目の壁の2冊を同時発売。松本清張をベストセラー作家に押し上げた。1959年にはカッパノベルスを創刊。また、テント、戦日本沈没、悪魔の宝飾などが送り出されている。雑誌においても、1958年創刊の女性自身で女性誌ブームを起こす。1965年には、 推理小説雑誌だった旧宝石の権利を買い取り、男性向け総合雑誌の宝石が創刊された。順風満帆に見えた公文社だが、1970年になると、歓喜の経営手法に、労働組合が反旗を翻したことで、労働葬儀が勃発した。歓喜は、年内で社長を辞して、経営からは身を退いたが、葬儀は収まらず、 1977年にようやく人生化した。この泥沼葬儀を嫌い、多くの人材が公文社を去った。その中には、証言者やごま書房や、歓喜出版の設立に関わった者も,も含まれている。1980年代後半頃から、文庫ブームの煽りを受けて、カッパブックスの売れ行きが落ち始める。それに伴い、主力は、 女性自身に始まる一連の雑誌にシフトした。そして、カッパブックスは新たに創刊された公文写真書と入れ替わる形で新刊の発行を終了することになった。ありがとうございます。